はい、どうも皆さんこんにちは。今回も全紹介よっでいきたいと思います。今回のデッキなんですけども、私です。私が登場します。ペガサスさんですね。ペガサス J クロボード会長使って、やっぱあれじゃないですか、デュエルはやっぱ楽しくね、やっぱみんなでこう楽しくエンジョイしないといけないもんなので、だからデッキ開しましょう。で悪魔の偵察者、これ2枚しか入ってないんですけど、これね、どういうジャンルかっていうとね、やっぱデュエルは楽しくね、楽しくやんなきゃいけないから、だから遅延です。遅延系遅延デッキ開デッキ、楽しいね、とてもエンジョイできると思いますよ皆さん。何が強いかっていうとね、まあ、やっぱりそのスキルなんですよ。スキルが強いの。何が強いかっていうと、これ増殺ね。ペガサスの、ライフポイントが2000減るごとにドローフェーズ時に通常のドローを、1枚2枚に複製するっていうカードなんですけど、こんなもんさ、ただのアドだから、ただのアド、強欲なツボですよね、実質ね、強欲なツボなので、これで増やしていくサポートカードがたくさんあって、まあ、肥大化とかね、そこがショートシャーナ、この辺りロックしていく盤面をね、それから、まあ、ホーリージャベルとかドレインシールドは回復用で、要は増殺を使いたいっていう感じなんですけど、軍装とかはちょっときついかな、やっぱりね、デッキ的には。あとミラージュラゴンとかね、あの辺はマジで底なしするしかないです。底なしするしか。でも意外とね、盤面ロック決めれば軍装相手でもなんとかなります、意外とね。まあその辺もデュエルご覧いただければ分かると思いますけど、で、分断の壁は以上2枚入ってるのと、これね、貪欲な壁、これはね、要は相手のデッキの方がちょっと若干多いっていうパターンもあるんですよ。一応21番にはしてるんだが、デッキの枚数なんですけど、たまに相手のデッキの方が多いってこともあるので、 あるし、あと自分の墓地のトラップカード使い回せるしね、こいつがあれば。ということで一応1枚入れてます。で、肥大化したモンスターをこいつでもう殴ってもらえばめちゃめちゃ回復できるからさ。寄生隊強いからね、でこれをなんとか殴ってもらうようにプレイングうまくしていくっていう感じですね。でこれ、ヨハンの報酬で出たレインボーライフ、これもまあ割と強くて、手札を1枚捨てて、戦闘およびカードの効果で、ダメージを受ける代わりにその数値分ライフ回復できますよってことなんで、要は相手からの攻撃とか絶対こいつ1枚あれば止まるし、まあ1回ぐらいは回復できるしね、という感じでございます。そんなそうかな、説明するもんね。それでは早速デュエルやっていきます。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、クロノス先生ですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。手札まあまあいいですかね。まああいつ古代だから、肥大化で、高いエンド、1枚でもよかったかもしれないな。軍装とか入ってるかもしれない、ありますからね、結構ね、古代の機械って。なんだかんだね、やっぱり、ね、増殺が強いんでね、スキルで。やっぱりそのワンドローを2枚にできるっていうね、これがすごく強いので、まあなんですか、他のスキルいろいろあるけど、やっぱ増殺って、なるほど、そうですか、増殺って本当に強いよね、スキルとして。それはやらせましょう。で3枚引いて、あ、巨人引かれちゃったな。巨人引かれちゃったのちょっとつらいな。巨人出てきちゃいますね。まず、左が2枚あるので、軍装さえ来なきゃなんとかなる気がするけど、これはターンエンドしかないね。さあどうする、巨人出してくるかな。まあ僕だったら出しますけどね。さあどうする、アンティークホトナラ出してくるか、貴様の切り札を。ああ、出してくるね。これね、やっぱり3000、3000の貫通は強いっすよ、非常に。一旦左打ちます。で、こいつに打っておこう。よし、 OK。 でナイト、あ、へえ、上げてくれんの、ありがてえんだ。それ増殺、それ増殺圏内になるけど、 ありがてえ、これはありがてえよ。なんだかんだちょっと相性悪いんすよ、古代の機械って。次のぞ、増殺だ、おら、よーし、オッケー。速攻なし1枚セットからの、2枚目はいいかな、まだ。
ターンエンドですね。相手が、まあ、軍装出てきたら、あの、底なしするし、まあ、そこは軍装じゃなくても底なしだな。あ、バトルですか。まあ、これはじゃあ、引き代かな。で、お前は、ちょっと一回攻撃力アップしてもらっていい。はい、ありがとうございます。あ、強いよね。やっぱ、底なしと左が強いんだよね、結局。ドローカード。底なし。オッケー。じゃあ、まあ、一応一枚セットしようか。で、サイド。さあ、この状態ではもう結構しのげますよ、これ。何を出してきたところで、結局底なしをガンガンしていくスタイルなんで。なるほど。はい、なるほどですね。はい、お前寝とけてめえ。寝とけてめえ。おら、よし。オッケー、いいぞ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 。今4枚か。まあ、もうちょっとね、ゴードン使えるな、ゴードンじゃねえや。ゴードンじゃねえや。強欲な亀。カードセットしちゃっていい気がするな。いや、こっちにしとこうか。で、一応ターンエンド。貫通しちゃうんでね、偵察者捨てらんないんですよね。まあ、偵察者かと思わせておいてからの、精神規制隊っていうパターン結構強いんで。あ、なるほどね。一回その偵察者を見せてからの、精神規制隊をセットするっていうね。あれが結構強いんだね。さあ、何かをセットしましたね。多分セットしたかったカードあったでしょ、あれね。はい、出てきた。はい、寝とけ。はい、寝とけ。はい、寝とけ。いいよ。そこだし、もう一枚あるからね。で、ここで、俺は、カードを全部デッキに戻して、ワンドローしていくスタイル。いいぞ、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 いいぞ。さあ、左側あたりが欲しい。底なしでもいいか。おら、おー、いいね、いいね、いいね。ドロー。それはすげえ、おー、いいね。素晴らしい気だ。じゃあ、これはちょっと、偵察者風の顔をして、精神規制隊をセットでいいんじゃないか。よし、これは殴ってこい、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 殴ってこい。殴ってこい、殴ってこい。殴ってこい。貫通、バカめえとか思って殴ってこい。クロノス、殴ってこいよ。貫通するぞ。普通だったら貫通するぞ、クロノス。クロノスさん、普通だったら貫通しましたよ。お、それはまた寝っといてもらおうか。寝とけてめえ。寝かせすぎでしょ。ビース。おお、来た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 。シャオラー。精神規制隊攻撃。勝ったな、これは。これは勝った。これさすがに勝ったの。え、もうだってずーっと3000ずつ回復してるぜ。3150ずつカード1枚セットし、カードを1枚セットして、これ1枚セットしようかな。で、ターンエンド。一応貫通させてくるようであれば、あれしましょう。なんだっけ、レインボーしましょう。レインボーして3150。よしよし、5050。いいぞ。次は殴ってくるんだろ、さすがに。これは精神規制隊でも効果が発動できないから。お、やりますね。なるほど。じゃあこれ一回寝といてもらっていい。どんだけ寝かせんだよ、このデッキ。ただちょっと3000回復できなくなったらちょっと痛いな。若干それちょっと痛いぞ。さあ、クロノス、どうする。ドローカード、偵察者セットで、分断はセットしないでダメですね。貫通ダメージが回復になりますから、レインボーライフは強いでしょ。素晴らしいですよね、レインボーライフ。はい、ありがとうございました。まあね、こんな感じですよ。デュエルはみんなでね、楽しくやりましょう。ちょっと今回趣向を変えて、リプレイでちょっと声入れてるんですけど、なんでかっていうね、めちゃくちゃね、長かったんだよね。ちょっと第2戦と第3戦リプレイにするんですけど、めっちゃ長かったんだよね。やっぱね、増殺デッキ破壊とかの、あ、これ流速者だけど、増殺デッキ破壊のダメなところは時間がかかるってことなんだよね、デュエルに。あと何、伏せるのも結構考えるし、多分結構デッキ的には結構強いとは思うんだけど、
KC カップとかあの辺だとね、なんかね疲弊しそう、使ってる方が。このレインボーライフ使って、そう、レインボーライフも肥大化も、底なしも結構ねあれなんですよね、フリーチェーンなんで軍装とか来ても意外とその辺は戦える。でも軍装で抑えることしてもこれで発動できるから、まあフリーチェーンのトラップカードはこれが強いですよね。ちょっとね疲弊するからかなり、そこがね難しいところ。皆さん何を使うかちょっとあれですかね、決めてます？KC カップとか結構洞察とか強いと思うんだよね。すごい時間かかるしね。もうちょっとスピーディーに展開が決まれるね、なんかお手軽デッキみたいなのがあればいいんだよね。で、まあ勝率が高い、結構機械天使多めになると思うから、忍者とかね機械天使に結構相性が悪いんでね。今これ肥大化で、これガンガン肥大化していけばもう相手上級のモンスターが入ってないようなデッキだったら、もうこれでずっとこれでもうこれでほぼ勝ちですね、この状態で。まああと相手のゴールデッキ2枚で、こっちは14枚あるんでこんな感じで、まあまあこの肥大化はフリーチェーンっていうのが強いっすよ。まあ軍装で抑えに来ても全然発動できると。はい、こんな感じで、ただちょっと疲弊しすぎるってのが難点かな。第3戦も、まあ、ちょっとリプレイ解説なんだけど、これもね、バーンだったんだが、バーンは、何？ラバゴーレムがね、一番辛いんで、ラバゴーレムをなんとかすれば大丈夫です。で、ここはアマケンを3000で置いといて、で、アマケンを殴ってくれないかなと思って、精神規制でセットしちゃったんだけど、これでセットしない方がいいと思う。2体並んじゃうと、ラバゴーレム出てくる可能性があるので、2体はね、セットしない方がいいかなって感じですね。まあ、相手はでもなんか、なぜか殴ってくれたんで、あれですけど。で、これで精神規制で1500ずつだとちょっと回復できるんで。これも結構、モンスター出さなければ、まあ多分ほぼ勝てるかなっていう感じですね。増殺するでしょ。で、これもね、そうだね。で、これで、まあ、デッキ破壊を加速し、オーリージャベリンで3000も回復し、ドンと。そう、このね、ラバゴーレムがね、要はバーンとやるときは絶対モンスターを2体並べないようにプレイングに気をつけていれば、まあ、割と、まあ、なんとか戦えるかなっていう感じがしますね。2体並んでラバゴーレムが出てきた日にはかなりきついと思います。なんだっけ、ラバゴーレムでさ、あ、もうこれはもういなかったんだけど、ラバゴーレムでさ、要はフライング規制でリリース素材を増やせるじゃない。だからね、こっち側はね、あんまりね、モンスターを出さない方がいいかなって気がしますね。まあ、これでもうほぼほぼ詰みですよね。残りデッキが2枚とデッキ1万5000ですからね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方バンデッキースさんですね。よろしくお願いします。ユエルスタンバイ。さあ来いキース、相手してやるぜ。いきまーす。リスタートですか、何デッキだ。リスタートなんだろうね。リスタート何かによりますよ。リスタート、リスタートキースしか持ってねえのかな。なんかキースとかでリスタート使いたくないですよね、できればねキースとか迷宮兄弟とかね、あの辺でリスタートはあんまし個人的に使いたくないなっていうのがあるんだが、グラドしませんと。おい、なるほど、ドローカード、肥大化、まあジャベセット、おー、どうしようかな、肥大化セットで、どれいっちゃっていいか、ちょ、まだ分かんねえけどな、どんなデッキか、マジで。そのセットなんだろうな、まあ、あんまり攻撃してこないようであれば、もうただ本当ひたすら待つっていうね。あ、それやばいんじゃないちょっと待って、あ、それやばいかも。あ、やばい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 、ちょっと待って、何これ、何このデッキ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、何このデッキ、何このデッキちょっと待って、え、何このデッキ、え、ふざけすぎだろこいつ、
え、だってこれ効かないでしょ、ドレインシールド。もう、ドレインシールドもホールイジャブにもこれ効かないよね、多分。あ、ですよね。え、ちょっと待って、何このデッキ。なんだよ、このデッキ。ふざけんなよ。マジか。あ、レインボー増え、増えた。粘れるけど。レインボーは効くよな、多分。レインボーはルール的な感じだもんね、なんか。レインボーは別にお前を対象に取ってるわけじゃないから。バッタイムですね。これきついな。これシンプルきついぞ。これ無理じゃねえ、これ。さすがに。これどうって勝つの。でも勝ち筋なくねえか。どんだけ。どんだけ。これワイルドマンビートみたいなんですか、これ。きつすぎ、笑った。これはきつい。やることねえぞ。やることがない。やることがないとはまさにこのこと。きつい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 。何これマジで。完全メタられてるんだけど。何このデッキ本当に。うぜえ。グラール。うぜえこのデッキ。このデッキ超絶うぜえ。いや、レインボーライフで結局時間稼いだところなんだよ、これ。いや、ちょ仕方ねえから打つけども。いや、これきっつ。なんだこのデッキ。だるすぎだろ。いや、もう無理。だってこれ突破できねえもん。精神切れたい。精神、レインボーライフ。セット。ダメと。いや、もう無理だな。無理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 だわ。無理だわ。どっちにせよ無理だもん。いやー、素晴らしいですね。このメタリ方は素晴らしい。いつもの俺を見ているようだぜ。強いな。強いわ、ワールドマン。やられたぜ。対戦ありがとうございました。素晴らしいですね。この精神は見習わなきゃダメだわ。